星座が玉海門を離れる瞬間を見ると、宇宙からすれば長命士の命も短命士の命もほぼ同じだ。泉州の民が求める長命は星が呼吸し、お帰り。ちょうど姫子と今回の旅について話していたところだ。また一つ旅の終点にたどり着いたな。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようとする。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコに車掌の準備が終わったら